昭和の歌謡史を語る上で欠かせない歌手がいる。たった45年という短い生涯、戦後日本の音楽シーンを支え、多くの日本人の心に元気を与え続けた女性がいた。エリ・チエミ。12歳で、すでに進駐軍のクラブでスターだった彼女の歌は、大人のハートをわしづかみにしていた。彼女の声がジャズにとっても向いてまして、あれ太い声ですしね、ノリがとってもいいんです。当時、もう珍しく、もうスイングしてましたよ。当時日本には、本物のジャズを歌える歌手はいなかった。それだけに、少女の口からジャズが美しい英語で歌われた時の衝撃は計り知れなかった。エリ・チエミは日本でただ一人本場アメリカのジャズを歌いこなす歌手だったのだ。少女は歌で家族の生活を支え続けた。耳の肥えた進駐軍さえ納得させる彼女のジャズが、チエミを瞬く間にスターの座に上らせた。天才的なジャズセンスはアメリカ人をうならせ、日本人は勇気づけられた。彼女は日米の架け橋となったのだ。そんなチエミにとってかけがえのないライバルが美空ひばり。同い年で共にちびっこ天才歌手として世間を賑わせた2人は常に比較され続けた。同じ時代を同じような境遇で生きてきたチエミとひばりには二人にしか分かり合えない世界があった。ちいちゃん、お嬢、そう呼び合った二人は、一人が響けば知らぬうちにもう一人も共鳴していた。世間は二人の仲の悪さを噂したが、実際は違った。それはまるで血を分けた姉妹のようだった。ものすごく仲良しだった。二人お酒が飲めたでしょ。私は飲めないけど、二人はお酒が飲めたから、お酒飲みながら二人で喋ったりなんかっていうことがあったし、とっても仲良しだったのよ。チエミとひばり、単なるライバルを超えた知られざる友情秘話がそこにはあった。そしてエリ・チエミの人生を語るのに欠かせないもう一人の人物がいる。高倉健。彼との結婚はチエミにとってまさに人生の頂点だった。チエミは結婚したら、結婚したら歌はやめるっていう、そういうのが昔から強かったんだね。だからファンが一番驚いたのは、その結婚するということよりも歌をやめるっていうね、歌をやめて家庭に入るんだっていうすごい決断にびっくりして。チエミに歌をやめる決意をさせた結婚は、高倉健の猛烈なアプローチによるものだった。しかし突然襲いかかる不幸に彼女の人生は一変する。それは信頼していた身内の裏切り。膨大な借金を抱えさせられたチエミは高倉健と離婚を決意した。そして突然の死。チエミに何があったというのか。これはチエミが亡くなる直前の映像。デビュー30周年を飾るコンサート、ステージで元気に歌い踊るチエミには死を予感させるものは欠片もなかった。じゃあ私のママ母が言います。父の5歳でございまして、久保滝子といって、さっきの私の可愛い弟 の、 あの母でございます。滝さん一言どうも。今日は皆様本当にありがとうございました。あんまり笑うとシワが見えるから。また今後もこういう会を持ちたいと思いますので、どうぞよろしく。これからもチエミをよろしくお願いいたします。迫力ないわね。チエミが最も信頼を寄せた女性、それが姉のように慕っていた
4歳年上の母親、タキ子。すごくやっぱ明るい性格かな。明るいけど寂しがり屋で、甘えん坊さん。彼女が駆け抜けた45年間は、情熱的で魅力にあふれた人生だった。今日の誰でもピカソは、ちえみさんの激動の人生とこれまで明かされることのなかった秘話をたっぷりお届けします。たけしの誰でもピカソ Good Times with Art。 さあ今日はですね、日本の天才ジャズ歌手エリチエミさんの特集をお送りしたいと思うんですけれども、たけしさんエリチエミさんというと何を思い出されます？俺ね、エリチエミさんだけ会ったことないんだよ。お会いしたことないんですか？うん、それはもちろんよく知ってんだよ、はい、もう自信よく知ってるけど。たけしの誰でもピカソは竹藤、美空さんはあったんだけど、協定と、うん、もうたけしさんはその時芸能界にはおられたんですか？チエミさんまだおられる時には。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。たけしさんが、うん、全然あのそんなに共演できるとか、いや、まあ、全然、まあ、相手にもなんないみたいな。ラジオではよく歌聞いたよね。うん、うん、歌はよく聞いたよね。チェミさんって英語の電車って英語の歌じゃない、だけどヤッコさんみたいな歌も歌うわけ。でも同じに聞こえるんだよね。だから英語と日本語の歌と片っ端日本の歌のすごい職人の歌みたいなことをやっても、あのそういう歌でも、あの電子ボルト歌っても同じなんだよね、うん、だから違和感が全然ないの両方とも。なるほど。2つ両極端な歌を歌いこなしてるんだけど、はい、あんまり気にならないんだよね。まあ、そのいろんなジャンルを歌うのには、まあ、刺激し合った相手がいたからということもあるんですけども、それは後ほどいろいろ詳しく、うん、あのお伝えしたいと思いますが、今日はですね、特別なゲストの方にお越しいただきました。はい、エリチエミさんが10代の頃から一緒に暮らし、その後お父様と再婚された久保多喜子さんとその息子さんで、千恵美さんの弟さんの久保真澄さんです、うん、よろしくお願いいたします。先ほど VTR で、はい、ね、ありましたね、ご紹介されてました、もう4歳年上の母親と、ね、書いてありましたけれど も、 もう千恵美さんと兄弟と言ってもおかしくないぐらいに、もう一緒に行く生活してきましたので。そうですね、あのエリチエミさんというのはどういうお方だったんですか？うん、本当にサザエさんのような明るい、本当にサザエさんがぴったしの、そうです、はい、それでいてすごい神経質なとこもあるん、あったんですけどね。神経質なサザエさんということで、神経質なサザエさんも一緒にしてるの。マスミさんにとっては、はい、エリチエミさんどんなお姉さんだったんですか？そうですね、歌とお芝居にはものすごく厳しく、ただあのプライベートでは一緒に野球観戦行ったり、私があの小学校の頃は存在が大きすぎて怖かったんですよ。だからいつもあの姉の家瀬田にあるんですけど、行く時に行きたくなかったんですよね。逆に会いたく、怖くて、もう偉大すぎてですね、だからいつも裏に隠れてるとか、もうそんな感じで。弟さんは活動ということで以前は以前はそんな、いや乗らなくていいんですけどもね。でもあの久保千恵美さんがなぜあのエリチエミという名前になったんですか？なんかあの進駐軍で歌ってる時に、はい、あのお亡くなりになったお母様があの新宿で歌うんだったらジャズを歌うんだから、あのエリーっていう名前にしたらどうかっておっしゃったそうですよ。それでエリーからチエミのチエミを取って、チエミなかったんですか？エリーでやってたんですか？ずっとそうみたい、エリーチエミで、それでエリーチエミになったみたいですね。そうなんですか？そういうふうにお聞きしたんですけど、はい、さあそれではですね、その頃エリーチエミさんは運命を決める曲と出会うのです。東京二子玉川にある浄土宗福来山宝徳寺、
ここに背筋をピンと伸ばし空に向かって歌う大理石で作られた女性像がある。エリチエミはここに眠っている。墓石には彼女が生涯歌い続けたテネシーワルツの音符が刻まれていた。チエミにとってテネシーワルツはかけがえのない人との思い出の曲。終生歌い続けたこの歌には涙の秘密があった。デビュー曲テネシーワルツにはエリチエミの特別な思いがこもっていた。昭和24年、敗戦から立ち直れない戦後の日本がそこにはあった。進駐軍の闊歩する中、唯一日本人の心を癒したのが歌。多くの歌手が続々とデビューするが、ひときわ光り輝いていたのが天才ちびっ子歌手として脚光を浴びた12歳の美空ひばり。子供とは思えない歌のうまさで悲しき口笛、東京キッドと次から次へとヒットを飛ばし続けていた。その頃進駐軍のクラブで同じ12歳の少女がひばりの歌を歌い拍手喝采を浴びていた。久保千恵美、後のエリ千恵美だ。千恵美は芸能一家に生まれる。父マスオは芸人でありジャズバンドマン。三味線からピアノまで弾きこなす器用な男だった。母敏子は浅草オペラの全盛期を飾ったスター女優。千恵美は二人の血をしっかり受け継いでいた。歌が好きで好きで、とにかく人に聴いてもらいたいっていう気持ちがあって、それでみかん箱ひっくり返してその上に立って、あのなんかそこら辺にあるものをマイクの代わりにして、あの近所の子を集めてなんか得意になって歌ってたみたいです。覚えた歌を。ただ歌が好きだった12歳の千恵美にプロの歌手を選択するしかない運命が。それは父親の音楽生命を絶つ事故だった。お父さんが進駐軍で歌う千恵美の洋服を作ったりするために、作ろうためにやってたらミシンで怪我しちゃって、でも弾けなくなっちゃったんですね。ピアノ弾きにとっては致命傷。以来12歳の千恵美の歌が、怪我した父親、病気で寝たきりの母親、さほど年の違わない兄弟たちの生活を支える。そんなある日、進駐軍の飛行機エンジニアにアメリカで発売されたばかりの一枚のレコードをプレゼントされる。それがパティ・ペイジのテネシー・ワルツ。千恵美はなぜかこの曲が気になり、レコードが擦り切れるまで聴いているうちにそっくり真似して歌えるようになった。そこで試しに千恵美は進駐軍の前でテネシーワルツを歌ってみると、兵隊たちは腰を抜かす。テネシーワルツとかカモノワハウスを英語でそのまで歌ったわけでしょ。日本人のちっちゃい子は本当にあんなのね、向こうの歌を歌うってんで大喝采。全国の米軍キャンプで評判となり、日本の音楽関係者にも彼女の名前が届くようになる。半信半疑でレコード会社のプロデューサーがオーディションを行うと、あまりの歌のうまさに愕然とする。アメリカのジャズをここまで見事に歌いこなす歌手はいないと、すぐに日本の歌謡界へのデビューが決定。エリ・チエミ15歳の時、もちろんデビュー曲はテネシー・ワルツ。当時では異例の40万枚の大ヒットとなる。その時の驚きが今も鮮やかによみがえるというこの方は、いや僕は初めて、東京へ役者になって昭和25年に来て、でチエミちゃんが日比谷公会堂のコンサートに、ジャズコンサートに出て、もう鳥肌立ったと言いますかね。トニー谷がこれから新人歌手がデビューしますと、テネシー・ワルツですどうぞって出てきて歌い出した時にはもうゾーッとしましたね。僕もパティ・ペイジのテネシー・ワルツ好きだったんですけど、もうパティ・ペイジはどっか飛んじゃいましたね。素晴らしかったですよ。しかしその人気に満足することはなかった。
英語を習ったことがないジェイミはどうすれば上手に歌えるのか、いつもそのことばかり考えていた。周囲の関係者も舌を巻くほどの熱の入れようだったという。いつもレコードを持ってきてかける、それをコピーする、8小節のフレーズを何度も何度も聞いて、これちょっとコピーしてちょうだいよ、歌い方あるいはフレーズコピーさせられるんですね。もう何度も何度もかけるからレコードが真っ白ですよ、針で。そのくらいも努力しましたね。大変な勉強家でしたよ。レコードが擦り切れるほど聴き続けたテネシーワルツ、この曲のレコーディングには千恵美の並々ならぬ決意があった。髪に黒いリボンをつけて歌ってるんで、和田敏郎さんというディレクターがね、こんな初めてのテストの日に黒いリボンなんかしてくる女の子っていないの、普通だったらもっと華やかなねリボンでもつけてくればいいのに、もう1週間前に26年の6月12日に亡くなってたわけですよね。実はレコーディングの9日前、千恵美のデビューを最も喜んでくれた最愛の母親久保敏子を亡くしていた。そのことを一切語らず録音に臨んでいる。天国の母に向けて歌ったテネシーワルツ、それは千恵美にとって母の思い出、生涯の一曲となった。はい、目の前にはですね、千恵美さんのデビュー当時の写真を持ってきていただいたんですけれども、貴重な方だったんだなという印象を受けますけれども、やはり千恵美さんにとって家族というのは大きな存在だったんですか？そうだ、もうものすごくお母様は特にあれだったと思いますよ。そうです。お母様も女優さんだったんですね。東京女子歌劇団、はい、女優さんでらして、はい、お父様もバンドをされてたということで、芸能一家、ね、芸能一家だったんですね。やっぱりそういうレコードはたくさんいっぱい何回も聞いたりとか、その勉強熱心な方だったんですか？ものすごいあります。もうレコードはもう向こうのレコード もう今でもものすごく残ってるんですか？それは真澄さんもそういう印象ありますか、レコード聞いて？私は母と父から話を聞いてるだけなんですけど、とにかく努力家、今みたいにも簡単にすぐ戻る状態時代じゃなかったので、もう本当に何度も何度も聞いて、もうレコードはすり減ったっていうのは聞きました。でも耳も ものすごい抜群に良かったんでしょうね、きっとね。そのまんま英語を覚えられるっていう。美空ひばりさんもものすごい耳良かったですよね、英語の耳で覚えて。みんな英語喋れる人だと思ったんで歌を歌う時は英語でなんか言うと全然分かんなかったって。だから歌は完璧な発音で、要するに会話は知らないっていうのかな。耳にすごいね。この頃はあれだよ、日本のジャズなんて言ったって進駐軍が来てそれで弾くためにはどうしたらいいかと、向こうの音楽をやんなきゃいけないって必死になって覚えたんですか？覚えてもう必死だったんじゃない？で小さな子が英語で歌われたらちょっと驚いちゃったんじゃないかな。そうですよね。そのですね、運命の曲テネシーワルツを今日はですね、夏川りみさんに歌っていただきたいと思います。My darling, to the Tennessee words, when an old friend I happened to see. I entered her heart to my loved one, and while they were words, and my friends stole my sweet heart from me.今宵も歌う、うるう
ちらへ。うまい。いや、うまいって。あ、どうぞ。ね、うまいね。はい、改めてご紹介いたします。歌っていただいたのは夏川りみさんです。ありがとうございました。めっちゃ高い声出ますやん。ありがとうございます。さすがですね。何その感想。いや、音楽の感想で大阪弁はやめなさい。うまいとかやめよう。めゃたまに気使う歌手の人とかおるやん。めっちゃうまいですやん。お好み焼きじゃないんだよ。いや、確かに。あ、一緒でしたね。心からの感想ね。心からの感想。嬉しいです。うまいわ。あ、でもテネシーワルツというのを今まで歌ったことはないですね。初めて。初めてなんですけども、やっぱりすごく難しくて、どういう思いで歌われてたのかなとか思いながら歌わせていただきました。いや、もうレパートリーに入れたらいいんですよ。ありがとうございます。うまかったですね。そのデッセはやめろ。自分で気づきました、今。特にね、なんかノリがつってるんですよ。でも咲子さん、テネシーワルツはちえみさんすごい思い入れがとても強かった曲なんですか？はい、あのやっぱりデビュー曲ですし、もう本人も必ず最後には、テネシーワルツ歌ってましたので。いや、歌はだけどあれだね、テネシーワルツって言ってるけども、やっぱり日本人の好む曲のラインだね。そのこう感情がね、あってかなり泣かせる感じやん、これ。曲が、そうですね。歌の内容はひどい歌だよ。いいえ、ひどい。そうなんですか。旦那、旦那が取れちゃったって歌なんです。ほんまですか。テネシーワルツ歌ってる時に旦那が違う人とモテちゃったんだから。あれ、そういう歌なんですか、英語の。なんてことすんだって歌だよ。ああ。じゃあちょっとなんかこうハートブレイクな歌なんですね。要するに彼氏紹介したらその人が違う人のとこに持ってかれたみたいな歌だもんね。そんな切ない歌なんですか。なんて歌だと。でも泣けるのは泣けますね。それは切ない歌ですからね。歌に乗せるとちょっとね、英語やとそのメロディーでね、勝手に想像するから。はい、それこちらにですね、あのフリップがあるんですけども、こちらはりちえみさんが「紅白歌合戦」で歌った曲をですね、全部まとめてみたんですけれども、そのジャズ、ポップス、トルコ民謡、シャンソン、民謡、ミュージカル、歌謡曲、演歌と、すごいさまざまな曲のジャンルを歌ってるんですよ。薄くだらと芸者運動が一緒だね。薄くだらって何ですか。ソーラン節、ソワニー、薄くだら、薄くだらりな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 り幅広いですね、タイトルだけ見ても。すごいじゃない。ですけれども、これ夏川さん、歌い手としてはこれだけのジャンルを歌うっていうのは、はい、一曲を覚えるのにも大変だと思うんですけど、まずリズムも多分全然違いますし、大変だと思いますよ。これよく見ると、あの虹の彼方でオーバーザレインボーじゃん。あ、そうです。オーバーザレインボーなんだ。だからこれはすごいね。英語 の、 あのミュージカルの歌とか、はい、もう全部歌っちゃってるんだ。紅白で歌っちゃうんだ。そうなんですね。こういうあの練習してる姿とか滝子さん見たことはあるんですか。もう練習はもう何回も見たことあります。お家で。はい。さあ、それではちょっとここでですね、面白い曲があるので、あの聞いてみてください。ね、この後は思わず赤面、とんでもないところで歌う千恵美の歌声をテレビ初公開。あ、それではちょっとここでですね、面白い曲があるので、あの聞いてみてください。ね、これお風呂ちゃうの。お風呂で、あ、お風呂で相当誰か撮ったんだ。そう、あら、誰が撮ったんですかこれ。ちゃんと拳回しちゃってたよ最初。そう、おーのって。はー、もう本当にでもなんかリラックスしている時の歌ですね。
炭鉱節でしたけど、男らしい方ですね。ね、テネシー・ワルツとかとはまた全然ガラッと、ね、曲も違って、こんな曲も歌って お風呂で聞くといい気分で歌って、自分で撮ったんですよ。いいですね。僕はもう誰が撮ってたかが気になってしまわないですよ。ぜひ解明してほしい。盗聴ですよ、盗聴。いやいや、でもね、まあ、あっと思ったんでしょうね。よう残ってましたね。ね、それが残ってるっていうのがすごいですけれども、ね、エリジェミさんといえばカモナマイハウスという感じも、そうです、はい、印象もあります。テネシーワルツとカモナマイハウスは ね、 そうですね、代表的な曲という感じがしますけれども、今日はですね、はい、松川さんにそのカモナマイハウスも、はい、これもうまいんちゃいます。頑張ります。よろしくお願いします、はい、それこれもソースは違いますとかね。お好みはおたふくソースと違いますto you.全盛時のクイーンみたいな。全盛時のクイーン、なんかよ、フレディ・マーキュリー。フレディ・マーキュリーでよ、あの高音が編曲が変わったりなんかしてよ、ね、え、早くテンポ上げたりよ、こう、はい、歌い上げたり、ギューン上げたりしますからね。あと蹴散らしてこっちだけ。それは必要ないですよ。胸マーキュリーは胸です。いや、それ夏川さんやらないです。これすごいね、編曲もすごい。これよく戦争負けたばっかりの時にね、俺ガキの鉱石ラジオなんか作ってさ、で一番最初これ聞いたんだよ。あ、で曲ですか。この日本語に変わるとこがね、はい、アンズに住むものでも見たことないものがね、いっぱいくれる家だな、ね、いっぱいくれる家だな。食えなかったからね。そう、その当時はでもね、欲しいものばっかりでしょ、ね、耳に聞くだけでも美味しそうだったんだよ。あ、焼肉なんとか、そうそうそう、ケーキなんとか見たことねえ。焼肉とケーキってむちゃくちゃ見えよ。
嘆くねえよ。ねえ、すごい曲でしたけれども。これ聞けばアメリカは豊かな国だと思うじゃない。そうそう、うちへおいでよ。あんたんち行ったらそんなに来るんだと思って。それが全部アメリカ人いるから、これは戦争勝てねえと思う。そうですよね。この時代にですね、このようにエリチエミさんもいろんなジャンルを歌ってるんですけれども、同じようにいろんなさまざまなジャンルの歌を歌っていたのが美空ひばりさんだったんですね。ひばりさんもポップスからジャズから演歌からいろんな曲を歌ってたんですけれども、やはり2人はそのようにしてこの切磋琢磨をしてライバル同士で刺激をし合っていたんですね。こう争うように、あ、じゃああっちが歌ったんだったら私もこれを歌ってっていうのがあったんですか。お互いにね、すごくもうライバル同士で、すごくいい関係ですよね。そういう相手がいたってことは、はい、さあそれでですね、そのライバル関係、ジェイミさんとひばりさんのこんなライバルだったんですね。同い年の千恵美とひばり、二人のライバル関係がお互いを光り輝かせた。千恵美さんとひばりさん、ひばりさんの方がこう追っかけて、なんていうかね、ひばりさんも千恵美さんも、まあ、意識してたのか、やっぱりライバル意識はあったと思いますよ。ライバルと見られていた千恵美とひばり、二人の間には知られざる友情秘話があった。同い年の千恵美とひばり、二人のライバル関係がお互いを光り輝かせた。本人は努力家だって言ってたけど、私は努力家なんだって言ってました。天才はひばりちゃんだって、いつもそう言ってた。唯一無二の理解者、そして良きライバル、お互いに強く意識しながら歌手として成長し続けた千恵美とひばり。二人は好むと好まざるとに関わらず同じ土俵に立たされた。歌の世界だけでなく映画の世界でも。映画界に先に進出していたのはデビューが早かった美空ひばり。ヒット曲を次々と映画化し、映画の世界でもスターになっていた。歌手が俳優をやる、まさに新しい時代のスターの誕生だった。そんなひばりの活躍に歯がゆい思いをしていたライバルの映画会社が、ひばりに対抗するため白羽の矢を立てたのが千恵美だった。千恵美の明るいキャラクターと歌のうまさを強調したミュージカル映画が次々とヒットを飛ばす。子供がジャズを歌うなんてと、デビュー当時千恵美を非難する声があった。しかしスクリーンに踊る天真爛漫な姿に、反感は共感へと変わり、ファンを増やしていった。また芝居でも千恵美は共演者を虜にしていく。当時若手のホープだった高島忠夫もその一人だ。僕が驚いたのは、一緒にやってて、この人本当に歌手から出た人だろうかと。もう素晴らしい演劇の才能がありましてね。それと僕は千恵ちゃんは天才だと思うから、やっぱりその天才的なひらめきでガラッと変わったんだと思いますね。千恵美とひばりは2人ともデビュー後間もなく海外公演を行っている。アメリカに最初に渡ったのは美空ひばり。昭和25年ハワイで公演を行い大成功を収める。千恵美もデビュー1年後アメリカのロサンゼルスへ。16歳の少女は観客7000人を前にジャズを熱唱、大喝采を浴びる。その時の心境を千恵美はアメリカのラジオでこう語っている。皆さんご機嫌いかがですか。エリ千恵美です。日本を出てから早1ヶ月になりました。ハリウッドをいろいろと見学させていただき、またハリウッドパレディアムでハリー・ジェームスのバンドと一緒に歌わせていただきました。向こうの人の歌った歌をいち早く手に入れて、これどう、それはね、そういうもうつまり音楽センスがいいからそういうものを選ぶことも早いんでしょうね。アメリカでは一流のジャズマンたちと共演。彼らは千恵美の歌声を絶賛した。千恵美は本場のジャズを肌で感じ、歌にさらに磨きをかけていった。そんな千恵美の背中を見ながら彼女を懸命に追いかけていたのが歌手雪村いづみだった。彼女はなんと千恵美からジャズを学んだという。
すごいジャズシンガーです。もう本当にジャズを歌わせたらあの人にかなう人はいないっていうぐらいものすごいジャズシンガーだったです。もうスキャットなんて歌わしたらもう本当に天下一品でしたからね。私なんか到底真似しようと思ってもできなくて、でも千恵美さんの曲をコピーして、歌い方をコピーして歌ったことがあります。人気絶頂の国民的スター千恵美とひばり、どちらが人気があるのか。雪村いづみとの三人娘でファンが待ちに待った共演が実現した。どちらが人気があるのか、口さがない世間の噂などどこ吹く風、撮影の合間は2人にとって気の置けない最高のひとときだった。ちーちゃんがおしゃべりがすごく上手でしょ。ちーちゃんがしゃべることを聞いてひばりさんはただひたすらゲラゲラ笑う、そういう感じで、それから撮影所にちゃんとひばりさんの控え室はあるのに、ひばりさんは控え室に行かないで、あの窓トントントンって階段があって窓から入る潔髪のお部屋があったんですけど、そこにいらっしゃってもうみんなと一緒にゲラ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 笑って、私はあのお二人の仲間に入れていただけたことをすごく感謝してます。歌の世界ではジャンルの違っていた二人の境界線がいつしかなくなっていった。ひばりは千恵美に影響されジャズやポップスを歌うようになり、千恵美はひばりに影響され民謡、演歌、ブルースを歌うようになる。レパートリーが増えることで二人はお互いの新曲を意識するようになる。特に美空ひばりのあの名曲を千恵美は本当は私のものと嫉妬した。その曲とは。歌の世界ではジャンルの違っていた二人の境界線がいつしかなくなっていった。ひばりは千恵美に影響されジャズやポップスを歌うようになり、千恵美はひばりに影響され民謡、演歌、ブルースを歌うようになる。レパートリーが増えることでお互いの新曲を意識するようになった二人。美空ひばりの名曲「真っ赤な太陽」、ひばりの歌の世界観をガラリと変え大ヒットとなった。この曲をひばりが歌うことに千恵美は嫉妬したという。作曲した原信夫はこの曲をひばりと千恵美どちらに渡そうか迷ったという。千恵美が言いましたよ、あれは本当は私の曲よなんて笑いながら言いましたけどね。いやそれはもちろん千恵美でも立派に歌える、もうノリの曲ですから。仕事では宿命のライバル、では私生活ではどんな関係だったのか。実はちびっこ天才歌手からスターになった二人はお互いが悩みを打ち明けられる無二の親友だった。仲良かったですよ。一時は仲悪いっつもうね、評判が立ってたけど、僕らから見たもん、言いたいこと言い合って仲良かったんじゃないですかね、かなり。千恵美が亡くなってもひばりは片時も彼女のことを忘れることはなかった。日野さんね、私の親友でね、今はもうあの亡くなってますけれども、エリ・チエミという人がいましたね、あなたご存知。あの子ちょっと今思い出しちゃったのね。だからね、ちょっとテネシワルツなんていうの、I remember the night and the Tennessee was I know just how muchI have love. I introduced her to my loved one, and while they were wasn't my friends,
from me. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee Waltz. Chiemi to Hibari. お互いの存在がなければ数々の名曲は生まれなかったに違いない、はあ、うん、というですね、本当に良きライバルという関係の2人だったんですけれども、ね、ね、よく聞くとやっぱりチェミさんもあの美空さんもさ、黒人的なんだよね、声ね、ある時期ね、チェミさんなんかも特にあのエラフィッシュ・ジェラルドとか、あっちの声でしょ、こちらに、ね、ちょっと一緒に写ってる写真もあるんですけれども、そういう 声だよね、こんなツーショット、男っぽい声を使うじゃん、低い時に、ね、あった、このアメリカでの評価がものすごかったんですね、エリチエミさんは、もうすっごいそうそうたるメンバーと写真に写ってますけど、デューク・エリントンとか、アメリカで活動したいっていう思いはなかったんですかね。勉強しにはずっとね、時間があればもういろんなショーを見に行ってましたけど、アメリカに、はい、それで帰ってきて、あのマイ・フェア・レディとか、そういうのになったわけですけども、マイ・フェア・レディだったり、はい、向こうで見たそうです。あ、そうなんですか、はい、やっぱりじゃあそういう情報をこう取り入れるのはエリチエミさんが一番早かったという感じだったんですかね。まあそうですね、そうですね。あの夏川さんも海外で公演をされたんですよね。私は去年ロサンゼルスの方で、はい、コンサートしました。どういう反応なんですか。でも日本人の方が多かったんですけれども、あの海外の大物とも共演されたという。誰ですか。あのレコーディングで行ったんですけれども、あのクラシック界のアンドレア・ボッチェリさんとのデュエットで、ソモス・ノビオスっていう歌を歌わせていただいて、でディレクターがデビッド・フォスターさんが、はい、なんて言われました。うまい言われたでしょ。すごくそうですね。うまいってそれ日本語だった。はい、いや、ベリーウェルって言われたでしょ。すごくなんか褒めてもらえたみたいな。私もよく英語もよく分からなかったんですけど、はい、でもね、そういう厳しいのがある中でもすごく絶賛された海外でのね評価だったんですけれども、そんなですね人気絶頂の時にエリチミエミさんは、なんと結婚して引退されてしまうんです。次回のダルピカはいよいよ千恵美さんとケンさんの結婚生活に迫ります。ケンさんなんか飛行機借りちゃって会いにいらっしゃったり、マスコミに公開されることのなかった結婚式のプライベート映像、そこには幸せいっぱいのエリチエミが映っていた。さらにたけしがケンさんの素顔をポロリください。あ、黄色いハンカチをかけてエリチエミ特集パート2、お楽しみに。